藤村、高いボール、ゴール前、転がって押し込んだ。なんとなんと追加点はカナダの加藤純也。我慢に我慢の金沢が追加点のネットを揺らします。2対0。最初は相手が触ったんですかね。松田の背中に当たってますかね。あの田中選手の前に加藤選手がうまく入っていた、はい、まあ、セカンドボールをこう最後まで狙っていたというところがこのゴールにつながる。